こんにちは、 How to you チャンネルです。今回は折り紙で立体的な鯉のぼりを作っていきます。これは立体的なのでこのように立てて飾ることができます。目玉はいつものように100円ショップにも売っているクラフトパンチで切った折り紙と普通のパンチで切った折り紙を重ねて貼り付けてあります。シールを貼ったりペンで書いたりしてもいいと思います。立体的な鯉のぼりは前にも作り方を紹介しているんですが、形はほとんど一緒なんですけど、何が違うかというと、まず大きさがだいぶ違います。あと尻尾の部分も少し違います。以前紹介したのは結構難しかったんですが、今回は形はほとんど一緒なんですけど、前のと比べてだいぶ簡単になっているので、子どもの日の飾り付けにぜひ作ってみてください。まず色の面を上にした状態で、下の端を1センチくらいの幅で折ります。上下の位置を変えないようにして裏返します。左右の端を合わせて半分に折ります。その時に下の白い部分は折らないようにします。その方が後で口を丸くする時にやりやすいです。折れたら戻します。左右の上の端を中心の折り筋に合わせて折ります。右の角から左へ1センチくらいの位置から右上に折るんですが、ここが同じくらいの幅になるように折ります。右から1センチくらいの位置から折って、こことここが同じ幅になるように折ります。多少ずれていても大体の目安でいいです。左側も同じ位置から折って、左の角から1センチくらいの位置まで折ります。そしたら左右の端を丸めてつなげます。折り返してある部分に差し込みます。こんな感じで糊をつけてつなげます。貼り付けたら、まず口の部分を丸くします。尻尾の部分も特にこの二重になっているところを曲げて丸くします。
このままだと立たないので、この下の部分を平らにします。このように少し曲げて平らにします。あまりしっかり折らずに軽く折る感じにします。そうするとこのように立つようになります。では目玉をつけます。これで立体的な鯉のぼりの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。